ちょっと化粧水をまず塗っていこうかな。ちょっとね、オイラの今のお肌の治安がやばいっす。眠いっすな。でもなんかもう眠いよ。ちょっとね、通り越してしまいました。おはようございますということで、割と元気でやっております。やっております。ちょっと、10週ぐらい眠いしたので、もう割ともうなんかどうでもよく、もう感情も消されました。どうも工藤理子です。すごいこちコンコン受けるんだけど、何この、お代理投げてたの知らなかった。おひなかお代理、小人さん、ネギ醤油タンさん、ありがとう。山猫坊主さんもありがとうだ。え、洗わないの、もうそう言ってくれるのが嬉しい。でも私も全然ただこねることなくすんなりと起きましたよ。いかも山猫坊主さん、ミラボありがとう。それな、ちょっとラジオ感ある話し方。ね、ミラボありがとう山田さん。で、私さ、本当に今からさ準備しないといけない。服着替えるのと、あとカバン作り。しかもカバン作りまだゼロ。佐藤友さん、スノーさん、ありがとう。キョンシーさん、ありがとう。ハルルンさんもありがとう。何時起き ?4 時40分。さっきなんか運動会の音楽なんか流して、見せられないマッサージではないけど、これは別に見せられないマッサージタイムはもうね、ちょっとまたちょっと今もう したら早いかなと思って、現場でしようと思って、乳液塗っただけよ。コージーさん、ヤマピーさん、パンダムルさん、タケイさん、え、みんなおはよう。チェリーさん、ミキヤくん、おはよう。パンダムルさん、マヒトスジさん、コバさん、ありがとうだ、おはよう。4時起きの人がいるの、すごいね、お疲れ様。福ちゃん、チャリオ、全然もうゾンビ、もうなんか一周ね、やっぱちょっと一周したっぽい。私もなんだろう、そのもう眠くてもうみたいな、もうそんなんないみたい。ちょっともう毎日これだからもう体も慣れちゃったかな。けどなんかショートスリーパーで、なんか修行みたいなとこあるじゃないですか。言ってる人は言ってるじゃないですか、そうやって。だから、あ、それ本当なのかもってちょっとだけ思った。チェリーさん、ありがとう。お、同じくらいに起きた、4時とか4時前に起きてる人もいいね、いいね。私も、でも私は起きた時はあれよ、アラジンアラジン、もう私ちょろいからアラジン流してアホニューワールド聞きながら、あのあれです、準備してました。パンダマルさん、コビトさん、なんか顔洗ったりしてました。シルバースツツビさん、バリーさん、クマちゃん、ありがとう。うん、多分今日は お衣装がご用意されてるので、ちょっと移動に最適なお洋服で行きたいと思います。シルバーズズビさん、サブトラネコチ、コウジさん、ありがとう。え、じゃあもう準備をちょっと進めてもいいかな。ちょっと割とこれが多いかもしれない。まあ40分ぐらいまで配信はしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ほんと?やったー、 DJ さん、ありがとう。でさ、今この、電気毛布の暖房をつけとるけさ、
家出る前にそれ言ってほしいんやけど、みんな電気毛布って言ってほしいんやけど、どう？いい？ DJ さんありがとう、歯車タイムファイヤーさん、コンペイトーありがとう、ありがとう、アンドーナツさんありがとう、クッキー風さんありがとう、コンペイトーアンドーナツさん、パンダマルさん、電気毛布ありがとうだ。え、てか思ったよりもみんなが早朝参加、早朝なのにもかかわらず配信来てくれてて嬉しい。タイムファイヤーさん、コンペイトーありがとう。じゃあ始めます。じゃあ皆さん、工藤理子の顔は見納めかもしれないですタイムファイヤーさんありがとう。電気毛布お願いします。りょうたくんハートありがとう。じゃあ今日のバスツアーの準備スタート。 YouTube 企画みたいな感じにする。りょうたくん、バキャーくんかわいい、ありがとう。みきやくんハートありがとう。いや全然、定期的になったら顔出すから、定期的に時が来たら顔出すよ。うわぁ、でも本当にまずはベッドメイキングから、これはもう必ず。なんかさ、アニメバージョンとアラジン、そのアニメバージョン、私アニメ育ち、そのディズニー原作育ち、ディズニー映画育ちなので、実写版の歌とか聞くと、あ、ちょっと歌詞が違うってなる。それがまた良い。まずは化粧道具ね。わあ、ちょっともう漠然としすぎて、はあ、本当に早起き、私本当みんなに会うのは楽しみなんやけど、早起きが本当にちょっとやばい。早起きが、割と本当に早起きが、でも不思議なことにもうね、眠気をね一切グーニトボがつく日かな、今のニトボがつく日だからグーとかやったのかな私。え、今日はぁ、2がつく日だー。でさぁ話し変え方、本当になんかね、もう眠いってね、感情がちょっとなくなりました。本当にちょっと不思議なことに、人間ですね、今日はちょっと帰りが遅くなるので、もうメイクを落として、ね、帰りのあれを挑もうと思って、持ち物紹介で言うとパック、あ、間違えた、パックメイク落としのシートと、ちょっとパック2枚
のちょっと ちっちゃくなったやつ、あとはちょっとアルミ系のオイルトリートメントのやつであれする、保湿用のちょっと保湿してあげる、今日一日ね、メイクが崩れませんようにお願いする。くしゃみが出た。不思議すぎて信じられない、これぐらいかな、だったらいいなを暮らしにする的なね部分で言ったら、ちょっと顔出す、メガネつけてるよ、うん、すごいクッキー祭りじゃん。え、ちょっと後で読ませてね、一つ一つみんなが私にあげてくれたもの忘れないから。で、もうマッシュルの話になるんですけど、どんだけハマったんだよって感じだと思うんですけど、マッシュルね、あの無事10あのシーズン119話しっかりとダウンロードしたので、ちょっと移動中はマッシュルを見て脳の筋トレをしようと思います。うん、カバン職人終わったかも。何時に起きました？4時40分。怖すぎる。ちょっと気管に入った。うん、で昨日は寝る前にお風呂入る前に中山きんに君のトレーニングをしてしっかり汗かきました。コンタクトもしないと。え、大丈夫、ありがとう、優しいね。筋肉トレーニングをしてすごい整いました。ちょっとね、マッシュルのおかげですごい脳汁ってやっぱ気持ちいいよなって思い出してしまって、それで割とちょっと筋トレモチベが上がってきてるよ。マッシュルありがとうだ。どんなトレーニングなのか、なんかね、腕をガシャガシャ動かして、ガシャガシャ腕をねガシャガシャ動かしたりします。蜂蜜がこんだけしかない。私本当になんか食品のプレゼント OK だったら本当にみんなに蜂蜜が欲しいですっていう。お、15日ありがとうございます。ちょっとさ、蜂蜜ってさ割と高級品じゃん。だから私みたいな蜂蜜大量消費者にとって本当毎日お財布、毎回ね財布が痛いんですよ。そうだからそこをなんとかちょっとみんなにおねだりをするという作戦で、わかる？わかります。電気毛布早い。あ、メープル、嬉しい本当に。
私割と食べ物とかもらいたくなっちゃう人かも。もうそんなだったら、もしルールとかが全部 OK なんだら、濡れせんべいとか欲しいんだよ。 OK ならどねかい。嬉しい。宮島のとかも最高じゃん。おさずさむさん、ハートありがとう。かゆかゆ。今日はね、ご機嫌取りはね、めっちゃご機嫌です。自分でご機嫌ありがとう。でもみんなが来てくれたおかげでもっとご機嫌。フォーユーさん、コバさんありがとう。ハリありがとう。バリーさんもありがとう。コバさんありがとうだ。山猫坊主さん、ミラボありがとう。何かお答え。なんか道の駅でさ、好きな食べ、なんか好きなものだっけ、食べ放題とか、もうみんなの力でしてよ。ゆっくりね。コバさんありがとう。ハルルンさん、今もまだ、ふーちゃん、ロシチューさん、ふくちゃんち、コバさん、フォーユーさん、バリーさん、影虎さん、タイムファイヤーさん、みんなありがとう。朝から嬉しい、集まってくれて嬉しい。元気出る。コバさん、エイちゃん、佐藤なんすけさん、猫は猫で猫さん、タイムファイヤーさん。あ、今日はちょっと結構移動が長いので、ちょっと毛布持っていく。枕役でボリ、ボリかな、ボリさん、カキ、カキかな。どっちかな、カキにしとこう。あ、ごめん、不思議すぎて信じられない。いいかな。持ち物軍団は私の手で揃ったの。コバさん、あ、やばい。クジラトさん、8083、ケンタッキーさん、コバさん、福ちゃん、チネギシュウキュータンさん、ホエさん、ありがとう。小型ペンギンさんも、小人さんも、チネギシュウキュータンさん、ノロスケさん、 B 型メアゲソン、メアゲンソさん、みんなありがとうだ。りょうたくんも、連気も、右衆牛タンさん、コバさん、ロムさん、フェンレさん、バリーさん、ロムさん、右衆牛タンさん、カラスさん、小人さん、タイムファイヤーさん、アッキーさん、エクスカゼさん、コバさん、ノラクロさん、ミキヤくん、ヒナトトラさん、フォーユーさん、嬉しいよ。オリコさん、コバさん、タイムファイヤーさん、淡路島早く行きたい。福ちゃんち、コバさん、早くみんな行こう。やっぱみんなに会えるから眠くないんだよ、やっぱり力がさすがよ。みんな、福ちゃんち、コバさん、バリーさん、おさんずサムさん、福ちゃんち、コバさん、ネギシュウギュウタンさん、テムファイヤーさん、コバさん、うん、メイクは現地でやろうかな。うん、小人さん、コバさん、ひなとらさん、おさんずサム、ハリーさん、ネギシュウギュウタンさん、コバさん、カラさん、最後まで行っちゃいました。アンニバルさん、渡辺さん、みやんこ先生、まつさん、福ちゃんち、荷物持ち候補お願いしますね。みんな確かにいっぱい、ちょ、かきクッション、小人さん、みきやくん、まさみさん、のろすけさん、こばさん、フォーユーさん、ひなととらさん、からさん、ぴーさん、バリーさん、こばさん、あー、おやおやさん、ありがとう。こばさん、小人さん、グッモーニング、しんさん、ぴーさん、福ちゃんち、こばさん、たむさんさん、結婚して無理無理、またやんさん、ありがとう。はちみつ始めてくる、お願いします。優しい。このカズちゃんも、ハンニバルさん、8083もありがとう。緊張しなくていいよ。だったら20分になったので、次は私め自身が着替えたいと思います。江戸っ子のカズちゃん、ありがとう。コンペイト、アムトンさん、ハート、ありがとう。じゃあ次は私が着替えようと思いますね。今日みちゅの日、なんていい日に卒業公演ですね。みちゅさん、もうほんと
頑張ってくださいって思ってる。うん、思う存分楽しみます。仕事行ってらっしゃい、頑張って。じゃあちょっと着替え、うわっマッサージガンも忘れちゃダメ。BLT さんも入れたし、本当に。ですね、やっぱ旅だから、旅、あ、ごめんなさい、ちょっと離席中にもなんかそんなぐしゃぐしゃってしちゃってごめん。やっぱ旅に出よう、だからね、青空もうノリノリじゃん。え、本当にバスツアー楽しみ。私は今すっごい最悪なことをしようとしてるんですけど、もう見逃してくれると誠に嬉しいです。誠に嬉しいです、嬉しゅうです。二人で一緒に、鼻がかゆい。アラジン効果すごいよ、一人の娘をもう朝からこうやって熱唱させて5時よ。
顔を出す。お疲れ様です。あれなんか見たことある、リコチこの服、あれローソンの店員さん、あれリコチなんかこの服、あれリコチ見たことある、あれあれ昨日の配信でもリコチ着てたよね、リコチ、そうなんです、ちょっと昨日ちょっとしか着てないしいいかなって、しかもめっちゃあったかいし楽だしすごい好きなんですよ、だからちょっと今日はこの服にしたい、昨日の夜にタイムリープした、この夜 服にします。としぼさん、佐藤のすけさん、渡辺さん、広島のけんさん、のろすけさん、かわいいありがとう、ネギ小牛タンさんもかわいいありがとう、え優しすぎない、全然いいでしょとか、セーフとか優しい、福ちゃん、ちこばさん、みきやくん、ほうやさん、え空飛ぶ絨毯で迎えに来てもう本当に夢見る乙女だから、こばさん、ハンニバルさん、さとしさん、えでも本当にご機嫌いいと思います、ありがとう、こばさん、さとしさん、ありがとう、ゴングが鳴った、シンバル、シンバルが鳴った、ハリパチパチ、こばさん、さとし、フォーユーさん、タイムファイヤーさん、クジラートさん、えらいご機嫌、あれアホニューワールド、コバさん、コンコン、私も怖いぐらいご機嫌、信じらんない自分が、コバさん、えギフトは月曜まで自粛してないじゃん、そう、コバさん、福ちゃん、チカラさん、コビトさん、ハリ、コバさん、ミヨンさん、コンコン、フォーユーさん、ヒナとトラさん、コビトさん、コバさん、マリーさん、ありがとう、修学旅行あらぶってんねーって、福ちゃん、チコバさん、フォーユーさん、ありがとう、コンコン、小人さん、フォーユーさん、タイムファイヤーさん、ハリ、リョウタ君、コバさん、ノロスケさん、カラスさん、コバさん、フォーユーさん、ヤマさん、ハリ、ヤマさんの優しさも橋もっかひなとトラさん、コンコン、バリーさん、ヤマさん、小人さん、おやっきーさんも、コバさん、みんなありがとうね、コバさんも、ミキヤ君、渡辺さん、みんなマジありがとうだ、 こんなにご機嫌ってめったにないの、うーん、毎日ご機嫌だったんだけど、ちょっと最近ほんと忙しくって、ま、結構朝配信続いてて睡眠時間もあんまり取れてない状況がちょっとあの続いたので、割とあのハイになってるのかもしれません一周回ってハイになってるのかもしれない、それだと思う松さん、フラさん、モビさん、コバさんもありがとう、ジェリーさんもありがとう、としぼさん、佐藤のんすけさん、そうなんよ、ちょっとでも本当に私も朝配信しないとエンジンかかんないから、ちょっとみんなに助けてもらってる、そこ本当に、そう、そういうこと、えコンタクトメガネケースですね、りょうちゃんありがとう、もういい感じですよ、5時半あと10分、ねえコンビニで何買うか選手権しよう、まずちくわでしょ、そうちくわにハマっちゃうっけね、ちくわどこに置いたかいの、ちくわ、さゆ、あメガネケースここにあった、え本当にちょっとこれみんなに、もう生殺与奪の件ではありませんが、コンビニの与奪の件をあの本当にちょっとあの握ってほしい、何かを悩む、星は美しい、
マスクもね連れていくよ。あとやっぱお家で寝ることっては多分一番ご機嫌が一番でかいと思う。まあだからこんな機嫌なんじゃないかな。忘れ物はまあしてもいいかな、割と準備迅速。うん、グミ買う。うん、明太ポテトグラタン今から食べる。あ、じゃが、え、マジでさ、じゃがりことかもう遠足やん。当たり目受ける。ナイトキャップ連れていかんでいいけ。移動中に寝るならナイトキャップいいかもしれんけど。確かに、うん、お腹に入れなくて大丈夫よ。ありがとね。エレクトリカルブランケットは必要。おやつ割ともう1100円ぐらいまでは全然 OK です。もう大人のおやつです。大人のおやつは1100円まで OK。 大人のおやつって何。大人のおやつと大人のアリオーリオとかやつ。面白い。本当にちょっとアリオーリもね頭から離れない。タイムバイヤーさん、福ちゃん、チコバさん、ヘミさん、バリーさん、みんな、あの離席応戦ありがとう。離席応戦コバさん、佐藤なすけさん、ヘミさん、しかもアバターめっちゃ可愛いね。モテガールもコバさん、フーちゃん、ヘミさん、ジージーね、ノリミオさんも、タイムバイヤーさん、コバさん、バリーさん、小型ペンギンさん、タイムファイヤーさん、小人さん。え、1000円までってむずいんよ。やっぱ1100円までな気がするな。1200円とか。福ちゃんち税金込みで考えてんのよ。あ、確かアナミン C 的なドリンク。え、多分もしあっちに行ったらお湯があったら最高だなと思ってて、その時用のなんかちょっとスープみたいなのを買おうかなと思ってます。クジラトさん、バリーさん、みんなありがとう。コバさん、ミキヤくん、渡辺さん、え、しっかり配信時間取る。電気早い早い早い。電気毛布まだまだまだよ。しっかり配信したい。渡辺さん、コバさん、バリーさん、リュウちゃん、え、ちょっと辛いものね、やっぱ。え、割とストレス発散に辛いもの本当にいいと思う。チェリーさん、ハートありがとう。ありがとうだ、みんな。もう離席はなしです。もうね仕上がったので、うんぐらいですね。ワンタンスープもいいね。でもちょっと辛い辛いスープ、確かにサラダチキンもいいね。ちょっとみんなの参考にします。でも辛い春雨かなんかそういうワンタン系のそういうスープ、ちくわ、ヨーグルト、充電器持った。うん、さゆ、おはよう。コーンポタージュもいいね。うわーいいね。あとなんだろう、そんぐらいかな。佐藤なんすけさん、ありがとう。果物そんぐらいかな。フリマロバカさん、ハートありがとう。それでいきましょう。お土産代入れた。うん、入れた。マジ楽しみ。チーチク、あ、スコーンとかもいいね。ミキヤくん、ハートありがとう。いちご大福とかいいの。貝柱、旅のしおり、もうみんなノリノリやん。ドライフルーツみんなも持ってきてね。今日来られる方、来られんって方も、もう一人でなんか家バスツアーとかして全然いいよ。全然いい。あー、すっぴん恥ずかしいよ、相変わらず。え、じゃあ36分ということは、
こらえきれないときめき、あなたを教えてくれた。ツイッターランドをちょっと見るのも私のあのモーニングルーティーン。マジで可愛いんだけど、マリル、マリル可愛い。道頓堀ライブダイブのそのショットがみんなに好きって言ってくれてもらって嬉しい。家でバスツアーしてください。家で本当リアルバスツアー来るんだよね。来る人は来るんだよね。私また、あ、一口チョコいいっすね。ちょっと考えチョコは。マイアッキーさんありがとう。じゃあみんな今日も一日よろしくね。よし、じゃあ39位から読み上げます。もう離席多めの配信だったけど、みんな本当に集まってくれてご機嫌にさせてくれてありがとう。アポロ、うわいいね。アルフォートとかいいね。顔芸電気、待ってまだ早い。じゃあ39位から、早い早い。配信助かるわ、受ける。朝配信、あ、2号車ですね、オッケー。佐藤さん、クジラトさん、アッキーさん、カゼさん、のりみおさん、カゼさん、馬ひとすじさん、ヤマピーさん、X カゼさん、カラスさん、マリュ、私もういろんなところにタイムリープしてんのかって思ったけど、渡辺さん、小型ペンギンさん、アムトンさん、シルバーズトゥビーさん、ひなとトラさん、ミキヤくん、ヘミさん、コウジさん、フーちゃん、ロシチューさん、江戸っ子のカズちゃん、ハリさん、ボヤッキーさん、ハルルンさん、オサンズサムさん、ホーユーさん、スノーさん、スノーさん、パンダマルさん、ノロスケさん、ネギショウ牛タンさん、タイムファイヤーさん、福ちゃんち、B 型メアゲンソさん、そして本日の秋元先生役は山猫ポーズ先生です。ありがとうございます。高木さん、小人さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はリコチコンコンでした。リコチコンコンありがとう。第2位はバリーさんでした。バリーさんありがとう。そして第1位はコバさんでした。コバさんありがとう。ということで本当にあっという間だったんですけど、私のあの朝配信ご覧いただき本当にありがとうございます。山月パンさん、プーさんありがとうな。みんなマリーさんありがとう、ありがとう。お疲れもありがとう。確かにベビーチョコも美味しいよね。フさんありがとう。いやバスツアー本当に私も楽しみにしてます。じゃあ電気毛布をしぶしぶ消します。はい、消しました、消しました。よーし、リマインド電気毛布ありがとう。ではね、淡路島で会いましょう。これから会う方、お家にいるよって方はぜひお家でパワー送ってくださると嬉しいです。それでは今日も健やかにいきましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、あー、みんな健やかに、お、配信のおかげで起きれた、よかった。また後でね、後でね、ほんと、うん、電気毛布もバスツアースタート。もう浮かれまくってんじゃんわしら。エアコンは大丈夫ですね。夜は23時予定中なのでよろしくお願いします。じゃあね、行ってきます、行ってきます、またね。じゃあね、また夜会いましょう。じゃあね。